どうもアントラーズのマスコットシカオデンガナー、チャンネル登録お願いしまんがなー。シカオさん、そんなコテコテの関西弁今時誰も言わないですよ。え、違う、これはあれだから、ガンボボーイ君がこう言ってたの。あー、うん、そうそう、ワテが言ったんやない、ワテが言ったんやないで。シカオさん、ガンバサポの方が見てたら怒られますよ。それにワテとか言ってる人いませんよ。チャンネル登録お願いしまんがな、お願いしまんがな。シカサポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第10節ガンバ大阪対鹿島アントラーズの感想となります。結果1対2で勝ちました。おっしゃー、アウェーで開幕戦以来の勝利。結構納得の勝利ですよこれ。今日は前節から名護選手と仲間選手が変わってスタメンに入りました。正直チャブリッチ選手がスタメンを外れたのはかなり意外でしたが、まあ連戦なんでそこを見据えてということなんだと思います。それで言ったら藤井選手もですね、藤井選手とチャブリッチ選手のセット、もう一つが技術と敏捷性のユニット、これがアントラーズの2列目ですね。加えて言うと外国籍選手がベンチ外になってますね。ぶっちゃけ今日の展開なら終盤はパレジ選手が欲しかったなとちょっと思った。それでは試合の方を振り返っていきたいと思います。今日は入りから結構良かったですよね。ボールがっちり持てました。ガンバは今週ルヴァンカップがあったっていうことも影響してますね。あれ、でもガンバってルヴァンカップは主力出さなかったって話じゃなかったっけ。それを聞くとなおさら今日の勝利が嬉しくなります。ただ10分前後からちょっとガンバの空気になりました。その引き金となってしまったのが6分の中盤での佐野海舟選手でのパスミス。もうシンプルな縦のパスをつけるっていうだけだったんですけど、結構大事なとこですよねこのワンプレーワンミス。その後すぐ佐野選手ボールホルダーに行ってちゃんと止めてんだけど、そんでもダメかこれ。もちろん失点につながるほどではなかったですけど、いずれにしてもマイナスですよ。マイナスがまあゼロになったかなってないかぐらいに感じちゃってます。次ですね、佐野選手よろしくお願いします。それと13分のシーン、相手キーパー一森選手へのあの追い込み、なかなかプロの世界では見られないような、前の選手2人してキーパーに追い込むっていうのは、僕はこれは正直判断がつかない。ナイスプレーなのか何してんねんなのか。一森選手がボール持ったら1人は突っ込めっていう指示だったんだと思うが、これあんま2人行く意味はないと思うんすよ。結果パスコース空いちゃったもん。練習でやってきた、これはまあ当然としますけど、近くの選手が行くのか、鈴木優真選手、名護選手、決められた選手どっちかが確実に行くのか。いや普通は近くの選手じゃないの。一森選手をフリーにする怖さよりも狙いどころとして一森選手にしてたっていう受け取り方もありますよね。まあ主導権を取り返すぞ的な意味はあったかな。スイッチ入れる、精神的なスイッチを入れるぐらいの意味。実際一森選手のフィードは多分狙ってたと思います。18分に仲間選手が一森選手がボール持ってる時に突っ込んでって、で一森選手が出したフィードを鈴木優真選手がカットしました。この時かなり広大なスペースがあったから大チャンスだったんですけど、トラップがちょっとね鈴木優真選手でかくなっちゃったんですよね。体が伸びきってたってやつですね。逆足でしたし、なのでそのままキープは無理で、仲間選手が触っちゃうとオフサイドになるのは分かってはいたんですが、まあ、ここはガンバに攻撃させないためにあえてオフサイドでもいいからボールに触った、多分そんな感じだと思います。いやこれ狙いは良かったんですよね。かなりいい形のチャンスは作れてました。次はゴールシーン行きましょう。仲間選手ナイスゴールです。いやもう素晴らしい動きだし、もう腹心の方にも言いたいっすよ、ゴールだぞゴール。今日な腹心はあんま当てになんなかったっつうか、いや確かに微妙なところなので分かるんすけど、あんま当てになんなかったっすね。 VAR もあんな時間かけなくても分かるんじゃねえってダゾーンから見てる分には思ったんですよ。これねどう見てものレベルでオンサイドです。まあハンドの確認もしてたのかな、あれだけ時間かかったのは。しかしこれあれですな、 VAR なかったらこれがオフサイドにされてたと思うと本当恐ろしいです。テクノロジー様々ですな。そんで仲間選手にパスを出した知念選手のロングフィードもすげえ良かった。もう本当お手本のようなロングフィードです。ついにボランチのパスが知念選手から見られましたね。ただこのシーンガンバとしてもなかなかに知念選手をフリーにしてますよね。角度もそうだし時間もそう。というか知念選手開幕戦からフリーだったらさ、展開力がすげえのよ。マジでいいパスがどんどん出てくる。となると今度はフリーになる動き、剥がす動きを身につけなくてはですね。まだまだやるべきことはいっぱいありますね知念選手。まあ今日見てさ知念選手どんどん上手くなってんなと思ったけどね。
このゴールの他にもね、35分に早川選手からロングフィードが出て、仲間選手すげーいい飛び出ししてるんですよ。結局相手に倒されてマイボールにはできなかったんですけど、審判これ吹いてくれよって思ってました。仲間選手も今かなり調子良さそうです。エネルギッシュな動きですよね。そこがなかったら仲間選手じゃないっすもん。そうそう、仲間選手といえば先ほどの27分のゴールの時、もう VAR の時間帯も味方につけていて頼もしかったじゃん。すごく冷静な表情で、ゴールの時はすごく喜んで、好感が持てるよね、やっぱりこういう選手は。なんせ仲間選手はイケメンさんだしな。開幕戦以来のゴール、本当に嬉しく思います。次は失点のシーンですね。もうね、あれほどセルフジャッジはやめろやめろって昔から言われてるんですけどね。中が一瞬緩んでました。上田選手も早川選手もそうですね。僕はもうこの失点をぬるい以外の言葉では表現できませんね。パス通してる関川選手もちょっとじゃないですかね。やっぱりどこかに緩さがあったんじゃないですかと。今日はガンバの狙いは一貫して安西選手の裏でした。そこでくさびを入れる。ここはねずっと狙われてたんですよ。それを修正しなかったという意味で言えば監督の責任もありますし、このワンプレーだけで言えばディフェンス陣の責任でもあります。監督の責任ではない。あとまあダワン選手のフィードへのプレスが甘かったというのも若干はあります。いずれにせよこれは防げた失点です。今後こういうのは絶対なくしていかなければなりません。しかしウェルトン選手、ガンバのすげーいいトラップといい、あのガッツのあるプレーはねブラボーだよね。このタイミングで口にするのは申し訳ねえんすけど、上田選手開幕数試合と比較するとフィードロングパス精度に差が出てきてしまってる、もっと言うと落ちてると正直思ってますよ。ここ数試合そう思いません？それは連戦だからじゃないの？俺らの目が慣れてるからなのか。いずれにしてもじゃあ週1だったら元に戻ってくれんだね。じゃああとは上田選手へのフィードにもプレッシャーがきつくなってきたんじゃないの？前半スタッツは互角でした。シュートポゼッションでは次後半に行きたいと思います。後半ガンバは岸本選手と福岡選手の交代がありました。攻撃力を下げてくれるのは非常に助かりました。うん、あの交代なあ、いいんだグレーだったよな。アクシデントだったら話は別かもしれませんけど、非常に鹿島は助かりました。逆にポポビッチ監督、今日はなかなか交代しなかったよね。それだけ手応えがあったんでしょうね。仲間選手なんて見てればもうほんとそう思いますよ。あれ仲間選手多分交代のタイミングでもまだ走れたとは思うんですよ。ただ連戦を考えて交代にしたっていう感じだと思います。次、野々選手ナイスゴールです。もう3試合連続ゴール、エースストライカー並みですわ。もちろんゴールは嬉しいけど、ちょっと疑惑のゴールというか、全ガンバサポを敵に回したかのような。ぶっちゃけあれダゾーンで見ててオフサイドだと思ってました。 VAR の間の野々選手の表情を見てても、あーこれはなんねえだろうな、ゴールになんねえだろうなっていう感覚だもんね。鈴木馬選手が触った時点では確かこれはオンサイドで、その時点で野々選手が優馬選手より前にいるとオフサイドなんですが、後ろにいたからオンサイドらしいです。ツイッターに書いてました。オフサイド周りはよくルール変わるんですよね。とりあえず今はこれがオンサイドということらしいです。これ後で VAR 側のアシスタントレフェリーとどういうやり取りが主審との間であったのか、音声公表してくんないかな。ちょっとこれ興味あります、どういうやり取りがあったか。もう本当いずれにしても野々選手ゴールおめでとうございます。ご家族の方も今日は来てらっしゃったということらしいですが、いやー京都戦で得点できたのは本当大きかったね。もうゴールデンウィーク中にちゃんとできたら喜ぶだろうな。大卒ルーキーが3試合連続ゴールというだけでも驚きなのに、サイドバックでそれをできてる、そこに痺れる、憧れる。ゴールシーンはもちろんなんですけど、このシーン鈴木優馬選手のキープ、前を向いてクロスをもう要求できる形ができた、これがゴール以上にポイントだと僕は感じてます。ワクワクしました。次74分についにポポビッチ監督が動きます。2列目を総督会の3枚替え、これかなり効いてましたね。もうここで刺しに行くぞっていう感じです。まあ追加点は取れませんが、かなりこれでゲームがもともと安定してたのがさらに盤石になったように思いました。特にボール持ってる時はなんかすごく落ち着いて見れました。簡単には失わないし、諸岡選手に1回いい切り返しあったんですよね。キープして中に折り返して、まあ残念ながら合わなかったんですけど、ゴール一歩手前までのシーンはありました。そして83分、チャブリッチ選手と土井選手でもう完璧に右サイド崩したんですよ。チャブリッチ選手が中にボールを折り返してユーマ選手に送ったんですが、残念ながら合いませんでした。もうちょい、言ってもしょうがないんですけど、ユーマ選手あれは決めてほしかったです。正直僕の感想としては、あれが決めれないぐらい、届かないぐらい疲れているのであれば、ユーマ選手も一回変えてみてもいいのではないかなと思ってます。変えるっていうのは柿田選手との交代ってことでしょ。そうね、連戦も考えれば一回ユーマ選手も交代してもいいと思います。そうだよね、多分次節のベルマーレ戦スタメンで出るんだろうし、個人的にも本当柿田選手今日のゲーム見たかったですね。
じゃなきゃユーマ選手に代わって藤井選手が入って、でチャブリッチ選手を真ん中に持ってきて藤井選手は左サイドで藤井選手のこの力でボールを運んでもらうとか、そんなかな。それも面白いと思います。いずれにしても今日90分間以上鈴木優真選手が出たのはちょっとねっていうところありますね。イエローももらっちゃったしね。あの時の鈴木優真選手の顔普通に怖かった。あの変顔とこじゃなくてマジで怖かったです。まあ結局試合終わってみれば後半のスタッツはかなり鹿島が圧勝でした。ゴール自体はね、ほんと微妙な判定と言わざるを得ないところはありますけど、申し訳ないですけど納得の勝利なんですよね。パナスタは鹿島第2の方。いやー、ありがとうございます。です、来年もよろしくお願いします。今日の MVP は、俺は中間選手、今かなり調子良さそうです。ゴールもそうですし、動き出しがすげえいい感じです。あと運動量もめちゃくちゃ多いし、俺は中間選手今期待できると思います。元気ハツラツだね。一人こういう選手がいると違います。僕は土井選手ですね。もうほんと相手を困らせるパス選手、相手を動かすパス選手、83分の先ほども話しましたチャブリッチ選手へのパスですね。土井選手極めつけは95分中谷選手へのプレスです。すんげー圧です。結局あれでコーナーキックをもぎ取ったんだよ。いやー、これでようやくアウェーで一つ開幕戦ぶりに勝てました。けど連勝しないと流れ変わらないからね。今日は鹿島サポーターも大勢大阪に乗り込んでくれたみたいで、ダゾーンで鹿島サポーターの声すげー大きく聞こえてました。え、僕らまたダゾーンです。ポポビッチサッカーは相手を動かすけど、我々鹿島アントラーズサポーターサポーターの心も動かしてくれる。これで現在5位、首位と勝ち点差3、いい感じで鹿島スタジアムに戻ってこれます。4月末で4敗していて、なおこの勝ち点差で済んでるというのは今年はマジで混戦ですね。皆様の応援一つでガクッと順位が変わります。ぜひ5月3日鹿島スタジアムにお集まりください。それでは次の試合もアントラーズを応援していこうと思います。そうだ、あとダゾーンはなんかいつも以上に今日クルクルだった気がします。みんないっぱい見てるんすかね。ゴールデンウィークっすもんね。でも広告はちゃんと流してくれるダゾーン、僕はダゾーンが大好きです。広告は止まんねえの。試合が始まった途端に止まんの。今月はもうホームゲームもないし、鹿尾さんたちももうすっかりお休みモードですね。だって来月ホームゲーム3試合もあるんだから、今のうちに休もうよ。今あったかくなってきたしね。コロコロコミックのお勉強しましょうよ。うん、まあ、うん。あ、今日はシカサポチャンネルさんとの打ち合わせの日ですよ。頑張ってチャンネル登録者様を増やしましょうよ。ああ、うん、予定思い出した。スタジアムくん代わりに出といて。シカコさんに怒られちゃいますよ。それじゃあここから先はピッチの外の話です。今回はゴール裏の問題点という話やっていきたいと思います。そんな熱いワードで大丈夫ですか？大丈夫、今から保険いっぱい貼るから。まず前提として今回話すのは僕ら普段サポシの外から見てる人の意見です。はいはいはい、はい、試合見てるだけの外野が何か言ってらぐらいのつもりで見てもらって構いません。全員が納得することもまあないと思いますので。いや、ゴール裏の話ってね、確かに荒れやすいんですよ。だからこうやってあらかじめいっぱい保険かけとかないと。お手柔らかにお願いします。それともう一つ、一般サポがインファイトと呼んでる団体はいろんなチームの総称で、実際はあの中で細かくグループが分かれてます。まあなんですけど、今回は便宜上コアグループは全てインファイトと呼びます。それでは本題です。最近サポシの関取りがうざくて、全部指定席にしろって意見をね SNS でよく見るんですよ。自分たちのチャンネルにもねたびたびあるんですよね、このご意見。ゴール裏の中央下層部、まあつまり前の方のいい席はテープだけ貼ってあって、あと荷物だけ置いてあって、でとうとう試合終了まで誰も来なかったぞとか。じゃあ俺たちにくれよ。まあ平たく言えばそうなっかな。コネでいい席取ってもらってるやつに限ってろくに声出してねえとかね。だからサポシで他の人の分まで大量に席取りができないように全部指定席にしようぜっていう意見をよく見るんですよ。まあそれとは逆に、ゴール裏の端の方すっかすかでみっともないからサポシは全部自由席に戻せっていう意見もあります。両端を指定席にしてからサポシの声が小さくなったんじゃないかとかね。でこの席取りが最近ちょっと度が過ぎてるとは聞いてます。ゴール裏の通路席から通路席まで横1列2列席取られて、最後までほとんど誰も来なかったとか。ここは人によって許容範囲が異なるんですが、例えば席取りはあるが試合開始までにその席が全部埋まればいいのか、または30分前に埋まればいいか、1時間前に埋まればいいか。なら1時間じゃない？個人的にはね、ゴール裏ってそういうところかなって思っちゃってますね。まああとは席取り自体が完全にダメで全部てめえで並んで席取り
取れっつう話か。まあそもそもの話で、鹿島スタジアム観戦ルールで席取りは禁止、それからシート張り等による待ち列の確保は禁止ってことになってんすよ。なってんすけどね、昔から裏ルール的なものがありまして、こちら来月3日湘南戦のシート張りの画像です。まあさすがに一部モザイク処理はしてますけど、もちろんこれをクラブ主導でやってるわけじゃないですよ。観戦ルールであれだけシート張り禁止って言っておきながら、こんなことやってたらもう大問題になる。ただクラブもこれを知らないわけがない。もう知ってて知らんぷりというか、あ、いわゆる黙認というやつですわ。ネットの噂で見ただけですが、今シート張りはシーズンチケットの継続番号予約制というシステムで、まあ、つまりビッグゲームにだけ来る人よりも毎試合来てる人が優先的になってるらしいです。これ、うんうん、これ自体は素晴らしいんですけど、うん、結局その番号の若い方、先に入れる人が身内の席を大量に確保しちゃう。で、大半は最後まで空席のまま。で、俺たちの席本当に来てような人らはあんまいい席じゃない。まあ端の方になっちまうのか、あと後ろの方とか。自分が知ってるやつが来た時だけ確保してた席を開放する。この既得権益とか身内仲間内のコネがサポシがしらける理由の一つ。ちょっと話変わるんですけど、昔のフリークスには当時のインファイトメンバーの座談会的なものが載ってまして、僕はそのページ見るの大好きだったんですよ。そこで言われてることは、まあ、今も昔も変わんないなと思うこともあれば、まあ、中には当時から何を言うとんねんと思ったこともあったんですけど、うん、どんなこと。2007年頃のフリークスだったかな、うん、どうしたらもっとゴール裏が盛り上がるかみたいな話があって、うん、でまあいろいろ意見が出たんですが、その中でインファイトメンバーの一人が、まあ俺はインファイト以外はどうでもいいんだけどねって発言してて、いやそれ思ってても言うなよって当時から思ってたんですよ。ほんでクラブもこれそのまんま載せんなよって、編集しましょうよそういうのは。当時はツイッターとかなかったからそこまでじゃなかったけど、これ今載ってたら散々言われるなって。ご興味のある方は鹿島市立図書館で今でも閲覧できます。確か2007年の2月号のフリークスだったかな。去年の元フェスで試合終了後にコールリーダーの方も何名か表彰されてたんですが、よくその方たちが乗ってましたね。そのフリークスでインファイトが話してるコーナーも河津市議、インファイトを作った河津徹鹿島市議会議員、あ、いや違う、今副議長だっけか、のブログを読むと、あれはクラブに都合のいいことしか書いてないらしいんですが、風よ吹けって今も続いてる方のブログじゃなくて、昔のクレイジーダイアリーっていうブログです。概要欄にリンク貼っとくので、興味のある方はそちらもどうぞ。概要欄には僕のツイッターのリンクも貼ってますんで、ぜひともそちらもフォローよろしくお願いします。兄さん、今言うと炎上するんじゃないの、大丈夫なの。つうかさ、なんでそのコーナーなくなったんだ、もうやんないのかな。もうだいぶ昔にいつの間にかなくなっちゃったんだよな。なんか今回で最終回ですみたいなのも言わずに、急にパタッとフリークスから消えたから、あれなんだこれ、クラブと揉めたのかとか一瞬ちょっと思ったけど、まあ結局もう真相は分かりません。インファイト側がやめたくなったのかもしれませんしね。いずれにしてもまたこういう機会があったらぜひですよね、見てみたいですよね。ちょっと関取の方にまた話戻しますね。俺としてはあれだけ毎試合毎試合アントラーズの応援をしてくれるんだし、インファイトに多少の、まあ多少ですよ、多少の既得権益はあってもいいとは思うんですよ。平日の福岡とか平日の八戸なんてもう誰でも行けるわけじゃない。いろんなものを犠牲にして現地に駆けつけてくれる、そこにそれなりのリスペクトはねあっても、まあ罰は当たらんでしょうと。いやー本当僕もそれは思いますよ。それこそさ、もう開拓者の精神を持って挑んだわけじゃん、アントラーズのサポーター。サポーターって言葉も浸透してなかった頃さ、それはねやっぱ無限にできないっすよ。どんな時も常にアントラーズを応援してくれてるわけじゃん。2022年のアウェージュビロ磐田戦、あーはいはいはい、あの応援をボイコットした件ですね。はいはいはい、まあありましたね、ありましたけど、ありましたけど、まあただですよ、ただもうクラブから頼まれてやってるわけじゃないじゃないですか、応援を。だからもうやるやらないは本当自由だとは思いますよ。やらないって決めたらそれはそれでボイコットも一つじゃないですか。あの時確かインファイトの太鼓隊なんだっけ、バーニングローゼスだったかな、は現地までスネアドラム持ってったらしいんすよ、うん、あれさ事前に今日はボイコットだって聞かされてなかったのかな、それとも話は聞いてたけど本当はアントラーズのために応援をやりたくてギリギリで他のグループの考えが変わるのにかけて、うん、それこそおそらく使わないであろうドラムをわざわざアウェー岩田まで持ってきてくれたとしたら、そこにある程度リスペクトがあってもいいでしょっていう話です。まああれも今となっては真相が分からずじまいなんですが、逆にもっと昔ドラムのバチをピッチに投げつけた騒動があったんですが、その時も何やってんだインファイトって言われたんすよ、うんうん、まあ、うん、いやでも ね、これあのコールリーダーとか
かからしたら、いやあれ俺らじゃなくてバーニングローですがって言いたいだろうし、やばいやばいやばい、こんなこと言ってとスタジアム行った時余計なこと言ってんじゃねえとか言われそうだ。インファイト一括りじゃないのよね。はい、身の安全のためにね、話を戻しましょうか。こんな話顔出してたら言えねえからな。今回の原稿全部弟が考えましたからね。いや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 、この関取問題、クラブ側が協力してくれれば解決策はあるんですよ。まあでもクラブ側も消極的な姿勢というよりもあんま興味なさそうなんですよね、この問題。他のクラブだとゴール裏は LINE なんかで席を抽選にしてるとこが増えてきた、特にコロスケ以降その流れが進んでます。抽選か。ゴール裏は自由席ですよ、指定席じゃなく自由席、ただし先着順じゃなくて抽選制ですよっていうやつ。こういう解決する方法はあるんですが、クラブ側で特にそれを試す気がないんですよ。まあ俺も反対かな、これは。もうまあね、別によそがやってるから鹿島もやるべきとは言わないんですけど、やらない理由も別に説明がないんですよ。でそれよりも高額な席、例えば特別な席でジーコと一緒に観戦できる的な付加価値をつけて20万30万のチケを売るとか、まあそっちにお熱で、これはね商売としてはね 100% 正解なんです。いいサービスを提供してしっかりと払える人に手厚くする、質のいい顧客をつけるっていうのはもう基本中の基本。まあそりゃそうだよね。まあこれは面白くない人も確かにいらっしゃるでしょうけど、まあこういうもんとして受け入れざるを得ませんというか、僕はね6000円のチケットが1枚売れるよりも3000円のチケットが2枚売れる方が重要だと思ってます。人がたくさん来てくれるっていうのはもうそれだけで価値があるんです。しかしこれが30万の席となるとそうも言ってられないんですよ。人材リソースは無限じゃないので、そりゃどこを優先するかっつったら、そりゃねお金持ちさんだわね。さっきも言ったゴール裏は LINE で抽選制にするっていうのは、鹿島の場合だと、まあ年齢層的にスマホがわからん、 LINE わからんっていう人が多いのかもしれないし、でこれやると多分またサポシのチケ代は上がっちゃうと思うんすよ。抽選システムの開発、運営、維持、管理、どれもタダじゃできません。つうか金が大してかからんとしても値上げの絶好の理由になる。新しいシステムに移行するんで値上げしますって。でそれでもいいからやるべきだって人ばかりじゃないんですよ。ぶっちゃけ関取なんて気にしないって人もそこそこいるわけで、値上げするくらいならもう今のままでいいってね。俺別に後ろの席でいいわ、前の方とかそんな行きたくもねえし、それより安い方がいいわって人は当然いるわけです。もっと言うと、隣の方が声を出してなくても僕は応援します、僕は声を出しますだよね。まあいろいろ喋って、じゃあ結局どうしろっつう話なんですけど、クラブや小泉社長の SNS に突撃したところで効果は薄いっつうかないです。ないね。かといって現地でインファイトに直接言うのもね、絶対これトラブルになりますんで、やめましょう。いやーどうしましょう。根本的な話、サッカー観戦は娯楽なんだから、そこまでサポーターが深く考えなくてもいいとは思うんですよ。関取問題についてどうこうとかね。まあでもどうしてもっていうなら、メルカリの株主にでもなって株主総会で小泉社長に言うとか。小泉社長、鹿島スタジアムの関取やシート張りの問題についてどうお考えでしょうか。何年も放置されてますが、なぜ対策されないのでしょうかってね。まあ、少なくともツイッターなんかで言うよりかはいいけど、100株程度の小口の株主が1人2人じゃ、前向きに善処します、総合的に判断して対応しますで終わりだから、まあいっぱい株を買うか大株主になるか、じゃなきゃ自分の仲間にも買ってもらって大人数の株主が問題提起するとか。いずれにしても金の力と声に出せってことですね、正式な場で。メルカリは一般的な企業のスケジュールと違って、1年の始まりって7月1日なんですよ。4月1日じゃなくて7月1日、で期末が6月30なんです。だから6月下旬に株買って7月頭に売れば、まあ株主総会の権利、参加の権利は取れるんすよ。そんで9月下旬に株主総会、やばいやばいやばい、ネットで投資とか進めると怪しいやつだと思われかねん。お前が言うから買ったら損したじゃねえかなんて言われるかもしれんし。皆さん投資は自己責任ですよ、自己責任ね。どこだっけ、阪急阪神ホールディングスだっけ、あそこの株主はタイガースファンが大勢いるらしいんですよ。株主総会もタイガース関連の意見が毎回多くて、あと一人ピッチャー足らんのとちゃうかとか、いやそれよりも強打者やろうとか、それより監督がどうなっとるんや、普通の野球ファン。中には公式支援でイカ焼き売ってないから新たに売店を作ってくれなんてのも。株主の場ですよね、タイガースファンが大勢いるんすよあそこ。ゲーム業界もこんな感じの株主が多いんだったかな。なのでこういうファン株主自体は特別おかしなことではないです。利益度外視でそういう理由で株主になる人も中にはいます。バンダイナムコでガンダムとかアイドルマスターとかでしょ。まあわかるよね。中にはコスプレやってまで株主総会来る人もいるらしいからなあそこ。株主ですよね。いやそれとこれとは全く別か、ファンだもんね。いやメルカリの株主総会もそんな風になったら面白いのにな。面白そうじゃん、
ントラーズファンがバンバン言ったら、もっともっとシカオくんグッズを出せとか、鹿島スタジアム共通グルメ券を作れとかでしょ。もうなんていうか普通にクラブに対する要望っすね。まあぶっちゃけ小泉社長とかに言いたいことがあるんだったら、サポーターとして言うより株主として言う方がよっぽど響くわな。資本主義社会で一番偉いのは経営陣じゃなくて株主。またゴール裏の話からそれちゃいましたな。というかもうちょい話したいことあったんですけど、今回もう結構長くなりそうなんで、次の次か、まあその次ぐらいにまたゴール裏の話したいと思います。もしやらなかったら、あ、圧力がかかったんだなって察してください。いやいや、そういうこと言うのやめましょうよ。それでは今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、アントラーズファミリー、タサポの方からも大歓迎です。兄は X、旧 Twitter もやってますんで、どうかそちらも一つフォローよろしくお願いします。概要欄にリンク貼っときます。概要欄というのはですね、動画のタイトル文や説明文のあたりをポチッとタップしていただけますと詳しく出てきますんで、そこの一番下の方までチェックよろしくお願いします。終わった？長い。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ来週はホームコロコロコラボを楽しみですね。いいゴールデンウィークを鹿島スタジアムで過ごしましょう。